どこへ行く。島津の、いや服部半蔵、何を企む。助けわからぬか。我ら忍びにとって乱世こそが生きる場所。戦を起こし、そこを住みかに影を落とす。神が試練を与えるならば、わしは復讐という乱世を起こし、死んでいった我ら伊賀の仲間たちが受けたあの恐怖と悲しみを、この徳川の世に与え続けてやろう。そのようなことわしには関わりないわ。わしは徳川を滅ぼし、我が殿雪村様に天下を取らせる。ただそれだけ。では聞こう。少し前にここを立たれた雪村殿はご無事であろうか。半蔵。服部半蔵はなぜこんな手の込んだ芝居をしてきた。どうして俺たちまでも欺いてきたのですか。我ら忍びがこの世で生きていくためには、わしはお前たちを欺いてもこの乱世を操らなければならなかった。そこでしか我らの生きる道がないからだ。わしは徳川家康に乱世と恐怖を与え続けた。だがその度にお主たち若き影は徳川家康を守り、皮肉にも天下人に導いた。わしの仕掛けた復讐をことごとく防いでしまった。わしはお前たちと共に忍びとして生き続けたかった。間もなく天下太平の時代が訪れ、我々忍びが消滅するであろう。バカな。はやて、忘れたか。忍びとは人にあらず。今ではお前たちもこの時代とともに消えていく定めだ。消えるはずがない。忍びとして生き続けていく。ならばこのわしが切れるか。足を切ってみろ。切れ。
年のこのわしを切る。切ってみろ。切れ。